余命1年と分かっていたら武井さんならどのような時間を過ごしますか、だって。余命1年と分かってたらどうすかな。どうすんだろうな。なんでもいいよ、もう。余命1年だったらもう何でもいいよ。余命が30年ありますって言われたら何しようか真剣に考えるけど、1年だったらもう何でもいいよ。うん。一年だったらもう何でもいいよ。もう自由に暮らすわ。もう何でもいい。うん、短きゃ短いほどどうでもいい。もう明日死ぬって言われたら、もうこのまま寝ながら死んでもいいし。だってその先ねえんだから。もう終わりなんだからさ。もう終わりだって。できなかったら可愛いお姉ちゃんにでも会いてえなぐらいしか思わないんじゃない？最後かよ、今晩っていう。頼め、ちょっと、憧れの誰かに電話して、頼む、今日、最後だから俺、今日だけ一緒にいてくんない？つって。頼むかもしれないな。あと30年だったら真剣に考えるわ。